注目の1番人気、5番メジロブライト。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。参りますわよ。晴れ渡る空の下行われる阪神レース場芝2200レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。メジロブライト、注目株の馬娘だ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ゴールドシップ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは17番、4番、18番、期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロブライト先頭をかけます。17番、4番並んできた。4番、17番、2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。4番快調に飛ばして行きます。花を奪っていったのは4番、続きました17番。1コーナーから、そして2コーナーへ向かって行きます。先頭は4番、単身で飛ばして行きます。続いて17番、少し離れて7番、さらにメジロマックイーン、すぐに続いて当選状だ。さらに1番、外を回って18番、1馬身離れて14番、2馬身、3馬身開いてメジロブライト、さらには8番、それを見るようにゴールドシップ。第2コーナーを抜け、向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手は4番、それを見るように7番、少し後ろから17番、内から当選状だ。外から行く。さあ、咲き誇りましょう。1馬身差1番、その外並んで18番、少し離れてメジロブライト、そしてその後方には14番、外を回りますゴールドシップ、少し離れて8番、その後ろ11番、少し離れて16番、その外並んで12番、少し離れて2番、少し後ろから9番、後方2番手に6番、最後方10番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。メジロブライト、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。さあ、1から先頭を伺うのは7番。さあ、これから坂、2側の舞台はこれから坂がある。メジロブライト強い、強すぎる、完全に抜け出した。ゴールドシップ追いすがる。残り200、メジロブライトリードは4馬身、足色は衰えない。3番手争いはメジロマックイーン、当選状だ。大楽勝だ。メジロブライト今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。メジロブライト見事に完勝、レジェンドレースを制しました。2着はゴールドシップ、3着はメジロマックイーン。もう光を示せましたわ。